はい、カラフルなヨットが来ましたね。赤、それか紫の方いっぱいになってヨットが来ました。いや、結構ホウボウがね、こんなに強いとは思っても、いませんでしたね。結局ホウボウの場合は、このああいうふうに2つ釣れることがありますから、やはり夫婦で泳いでるのか、群れで泳いでるのかね、そういう感じなのかな。タイヤが出てきましたね。キラ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 、海面がキラキラ星になって、そしてタイヤに向かって太陽光発電を顔に浴びてました。本当にだんだん眠くなりました。こうやって会場でポケットしてますとね、本当に頭の中の全てのゴミが国を忘れますよ。ここで昼寝でもしておれば、海の上で昼寝をする大会に小舟を浮かべても昼寝をすればよろしい。冷たくはありません。ちょっとまあね、今外気は10度、12、3度かもしれないかな。あとは魚任せですね。船の引き、こうやって上げてるとさっきバージしてきたもんな。いや、ちょっと誘ってやってるんだね。このキラキラ星がいいわ。最高だ。円の中でね、ずっと一人と立ってしまう。おー、キラキラ星がいいな。ちょっとしばし一緒に、眺めてみましょう。こちらの正面は三浦半島の先っちょの方ですね。30分ぐらいだから、はい、もう今最後の一頭を捕獲しました。そして、引き上げてみます。もうこれが最後の一頭として、一応狩りながら引っ張っていきます。そして海の上をですね、海の下を引きずった方が、魚の、目に触れる確率が高いですからね。まあ、バックに引っ張ってもバックこぎで、バックこぎで、よし、バックこぎで。まあ、メバルはだいたい2月よりも、3月の方が釣れますね。3月の初めから末ぐらいの方が、やはりメバルは近場に、寄ってますし、